口のり子が芝居を続ける、理由稽古繰り返す日々に感じた、疑問、今でもわからない。女優の江口のり子が、12日放送の TBSK、A スタジオ、毎週金曜夜11時に出演。俳優業について語った。江口のり子、柄本明との不思議な師弟関係を明かす。柄本が座長を務める劇団東京乾電池に所属している江口。柄本へ事前取材した様子が画面に映し出されると、江口はちょっとわかんてと動揺し、緊張した面持ちに。ある日、稽古場に来なくなった江口を柄本が叱ったエピソードが明かされると、江口は、やっぱり芝居のことでも怒られるのももちろんありますけど、それ以上に態度で怒られたのが一番大きかったかなと懐かしそうに振り返った。柄本とは芝居の話以外はしないそうで、近所を歩いていて偶然柄本と会った時も、そばおごってくれよ、コーヒーおごってくれよと言われ、食事をしながら芝居の話や劇団員の話をして終わりだったと解雇。今まで褒められたこともないという江口に、MC のキスマイフットツー藤ヶ谷大のタスクが、やっぱり言ってほしいなって気持ちはあるんですか？と問うと、それはそうです。やっぱり褒められたくて、仕方ないですよね、と本音を明かし、感極まる場面もあった。江口のり子、芝居を続ける理由を告白。また江口は、劇団に入所したばかりの頃にあった舞台、五道を待ちながら、2000年を毎日見学しに稽古場に通っていたそうで、あれは熱を感じるし、毎日来てすごかったと柄本が話していたことを聞くと、することがなかったんですと口に。その時は舞台を始めたばかりだったこともあり、なぜ1ヶ月も稽古をするんだろうと疑問に思ったと言い、繰り返す稽古の日々の中で何をしていくんだろうとその理由を知りたかったのだという。その理由は今でもわからないと言い、だからこの仕事をずっと続けたいって思うのかなっていうのはありますねと答えを求めて芝居を続けていることを明かした。